モンテビデオワンダラーズフットボールクルブは、ウルグアイの首都モンテビデオを本拠地とするサッカークラブである。2020シーズンはプリメーラディビシオンに所属。クラブ創設は1902年。現在も活動を続ける主要クラブの中では、ペニャロール、ナシオナルに次いで古い歴史を持つ。プリメーラディビシオン在籍年数は、ナシオナル、ペニャロールに次いで3番目に長い。 アマチュアリーグ時代に3回の国内リーグ優勝を記録している。1902年8月15日にクラブ創設。1903年からプリメーラビビシオンに参加。アマチュアリーグ時代の1906年、1909年、1931年に国内リーグを制した。1920年代まで開催されていた国内カップ戦のコパコンペテンシア、 コパデオノールのタイトル獲得数は共にナショナル、ペニャロールに次いで3位である。この時代のワンダラーズは国際大会でも活躍した。当時アルゼンチンサッカー協会とウルグアイサッカー協会は両国のカップ戦王者同士が対戦するタイカップとコパデオノールクセニエールを共催していた。ワンダラーズはウルグアイの代表としてこれらの大会に何度か出場しており、 特にタイカップではウルグアイ勢最多となる3回の優勝を遂げた。ウルグアイ国内リーグは1923年から1925年までの間、アウフ主催リーグとフフ主催リーグの2リーグに分裂して開催されていた。ワンダラーズはアウフ主催リーグには本来のモンテビデオワンダラーズとしてもう一方のフフ主催リーグにはアトレティコワンダラーズとして 両方のリーグに参加した。夫婦主催リーグでアトレティコワンダラーズが1923年に優勝、1924年に準優勝の活躍を見せたが、夫婦主催リーグの結果はウルグアイサッカー協会から公式記録として認められていない。1975年にはコパリベルタドーレスに初出場を果たした。同大会には2020年までに9回。 出場しており、最高位は2002年と2015年のベスト16で、ある。1940年代以降は、主要タイトルから遠ざかっている心ここだが、2013から14シーズン、2016シーズンでは、国内リーグで2位になっており、クラブ創設以来、長年にわたって安定した成績を維持している。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。